戸塚か警部シリーズ特急、白鳥十四時間、特急、白鳥十四時間は、西村京太郎の長編推理小説。1984年に、角川書店から刊行された。本作を原作とする、テレビドラマ1作品が制作されている。大阪に出張中の亀井刑事が、暴漢に襲撃された。逮捕したチンピラを質問すると、 なんと亀井の首に1000万円もの賞金がかけられていることが判明する。賞金首、亀井のポスターは東京のアンダーグラウンドにばらまかれており、チンピラの間では有名になっているらしい。誰かが亀井を狙っていることは明白であり、警察に挑戦するがごとく、亀井の家や警視庁に普段のポスターが送りつけられてきた。事態を重く見た戸塚警部は総力を挙げて、 犯人を捕らえるよう部下に言命する。必死の捜査の結果、暴力団の顧問をしている、高田敬吾という男の存在が浮かび上がったが、捜査はそこで行き詰まってしまった。第二の手段として、戸塚川は部下、若林刑事をチンピラに仕立てて、アンダーグラウンドへ送り込み、仮面を暗殺してやると不意調させることで情報を集めようと画策する。一方、 大阪にいた亀井は自らをお取りにし、犯人を逮捕しようと考えていた。記者会見で亀井の緊張を意図的に流し、犯人をおびき出そうとする捜査本部。亀井は、故郷にいるおばを見舞うという名目で、大阪から青森へ向かう、特急、白鳥へ乗ろうとしていた。やがて、捜査線上に共同経営者を殺害し、亀井に逮捕されたことのある元バーの経営者。 後藤正也と手製の銃器を使って女性を無差別に襲撃し、後藤と同様亀井に逮捕されていた原勝一という男が浮かび上がる。二人は週刊中ずっと亀井に復讐することを誓っていたらしい。二人の身辺を当たっていた戸塚川たちは糸口という宝石店の小切手で契約金が支払われ、二人が亀井を抹殺すべく、 白鳥に乗ったことを突き止める。慌てて糸口宝石店を調べると、社長の息子がギャンブルの方として自社の小切手を高田に流していたことが判明した。これで高田が事件に関係していることが判明するが、彼から黒幕を聞き出すことは不可能である。一方、白鳥の社内では、戸塚和と赤林刑事の連絡係を務めていた片山府警が殺害され、 後藤が亀井を襲撃するという事件が発生していた。一体、誰が何のために亀井を狙っているのだろうか。そして、二点三点する事件の結末は西村京太郎トラベルミステリー特急、白鳥十四時間、大阪新潟青森日本一長い電車特急で連続殺人。津軽海峡の女は、テレビ朝日系列の2時間ドラマ、 土曜ワイド劇場で1985年10月12日に放送された。主演は相川き也、や、三橋達也。ありがとうございます。